はい、それじゃあ続きで撮っていきましょうね。ちょっとおさらいしておきましょう。まずはこれ。始まりは選挙のポスター、次は水木の人。クロマントとは逆の形に陰を結んで一周して、決して順番を間違えないように。祖父の言葉を思い出す。武器は観覧は強くを使うんじゃ、彼女使った呪文がある。呪文はこうじゃ、陰病当社は怪人列在前。これを記述で最後の勘と一つ加えることで、とかすることで、鬼じゃ。5つのポスターに共通すること、それは大人には全員必ずになっていることだ。大人は視線を気にしてるんだろう。さらに大人の目を気にしないわけがない。こうやって伝わるのは怖いという意味なんだ。これ拡大表示ね。ほうほう。行こう、頑張って、あと少しだ。さあ来い。今ここでこうで、こうこうこう、このクロマントのこの星とは逆の位置。どう見りゃいいのかな、このクロマントのこの星を。Take this! 映画に観念せえ。なんてピーターパンシンドローム、ロリコンショタコン。だいぶ弱ってきてるみたいや。このまま行くぞ。 NEXT。 あー、これ地図をクリックするんやった。よいしょ、行くぞ。ユーちゃんも限界だ。 W ハちゃんも平気なふりしてるけど、息が乱れてきてる。早よ決着をつけな。苦しい苦しい。私は喉が苦しい。こっちは Take this! お前もう逃げられんのや。いや、最後に最初の場所まで戻らんと。あんた勘弁してよ。これで最後よ、これ最後よ。足がちぎれても息ができんでもできるようになっても俺たちがあいつを倒すんや。チック証明、おっぱいプリップル。
大丈夫。あいつ、来るよ。やだー、やだー、大人嫌い、子供が、やだー、やだ、やだー、これで終わりだ。子供を一度目に合わせた犯罪者め、関連して警察に行くんだ。その罪は償うのです。何がちゃうねん、井の頭公園したやろ。違う、やった、大人が子供がいい、子供のまま、子供のままがいいんだ。こいつそんなどないすんの。ちょっとこれでやっつけられるんちゃうの。頭が、子供がいい、大人は嫌だ、助けて、僕は八つ辻へ行くんだ。あ、これまたセリフじゃないよ。八つ辻へ行くんや、ゆうちゃん。はよ。わかった。また走る。あれは霊柩車が止まってる。やつをこの中に閉じ込めるんや。目をつむって、世から始まる呪文を唱えて。なんで目つむるんよ。ええから、はよ。来た、引くよ。せーの。死、お前は死にとらわれる。ザラスキーツ、やったか。それはやってないフラグや。なあ、もう目開けていい。この音は、あら、霊柩車は、クロマントはどうなったん。ほんまに倒したんやろね。クロマントはもういないよ。君はいないって。あいつまさか逃げたん。そうだな、まだ近くにいるよ。相当苦しんでたみたいだから、遠くに逃げることはできないさ。君たちと別れた後、警察に連絡しておいたから、
検問が敷かれて間もなく逮捕されるやろ。だから安心してください。入ってますよ。そうか。ならよかった。うちらの手でとっちめたかったのに、なんかすっきりせんね。ジェイ君、ありがとう。僕の知りたかったことを教えてくれて。は？さようなら。もう二度と会うこともないだろう。あれ、ここどこ？クロマントはどうなったの？ああ、戻ってきたよね、ゆうちゃん。ゆう、後でいろいろ聞かせてもらえない？まあ、とにかく、ちょっと休憩しよう。もう、走りっぱなしで食ったくて。休んでる間なんかないよ。早く帰って、Jのお母さんが作った唐揚げ、腹いっぱい食わな。ちょっとしばらく動かれへんって。なっさけな。おっとこのくせにあんたこれやから。また眠い。いい？誰も見つからんようにこっそり部屋まで戻るんや。I'm home. くわぁ！貴様らこんな時間までどこをつき歩いとったんじゃ！なんでバレて。夕飯の時間はとうに過ぎとる。呼びに行けば部屋はもぬけの殻。恩義を守らない奴は家には うちには入れん。そんな、ごめんなさい、お兄ちゃん。僕たち、その。私たち悪い奴と戦ってきたの。この世界の平和を守ったんよ。なーにをバカなことを。なんじゃ、また誰か連れてきよったのか。私ですか。その後ろの。しゃあないの。もうよい。俺、とっと中に入りなさい。蚊が入るじゃろうが。ありがとう、おじいちゃん。僕もお腹ペッコペコよ。あたしも早く食べよ。待ってよ、二人とも。本当に仕方のないやつじゃのう。それにしても、あんたのおじいちゃん、ちょっと認知症入ってるんちゃう？なんか、ユウのこと初めて見るような顔して。いや、なんか、私より後ろの方を見れた気がするけど。気にしなくていいよ。おじいちゃんも、ユウちゃんみたいに、たまに、ちょっと、ぼっとしてる時はあるから。なあな、ほな、しゃあないね。いや、じゃあって何よ。おや、サトルくん、おいでください。サトルくん、いらっしゃいましたらお返事ください。Hello。つながらないよ。なんだ、サトルくんなんて都市伝説はなかったんだ。
ちょっとオチの意味はわからんけれども、とりあえずなんで最後にサトルくん出てきたのかはわからんけれども、とりあえずなんかおじいちゃんはなんか見えてる感じやね。うん、ということでね、この都市伝説撲滅隊2まで読みました。あー、今回もあれやね。うん、まあ、とりあえずあのなんか怪人級の模倣犯との対決にとりあえずは勝利したという感じでいいでしょう。はい、ということでね、15分16分ぐらいかな、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、ボルジュース、次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。